セリナ・ヘイスティングスは、イングランドとエールズのメッソジストリバイバルの指導者たちを、経済力で支えた夫人である。ハンティンドン伯爵夫人として知られる。第2代、フェラーズ伯爵ワシントン・シャーリーの娘として、レスター・シャーに生まれ、1728年6月3日に、カルバン主義者の第9代ハンティンドン伯爵セオフィラス・ヘイスティングスと、結婚した。 白爵夫人は1739年にメソジストソサイティに参加する。1746年から1767年の間に夫と二人の息子に先立たれた後、ジョン・ウェスレイやジョージ・ホイット・フィールドの働きを支えるようになる。チャールズ・ウェスレイ夫人とは親しかったと言われている。ホイット・フィールドは白爵夫人のキャプレンとなり、カルバン主義メソジストの運動を進めた。 ホーイットフィールドとエスレイの論争時に、ハンティンドン白爵夫人は、カルバン主義のホーイットフィールドの側に立った。白爵夫人の生涯の最初の頃は、アイザック・ワッツ、レディ・メアリー・アブニー、フィリップ・ドット・リッチ、オーガスタス・ストップ・レディが友人であった。彼らの死後、レディ・アン・アグネス・アースキンが、最も親しい友人として、共にいた。白爵夫人は、60余りの教会を建てた。 また、アフリカ系アメリカ人の女性詩人であるフィリス、ホイートリーのパトロンとして、詩集出版を講演した。ありがとうございます。